面白い、とは、つまり、面が白い、フラットにしろ、そういう様のことではあり、マンダラ？異世界理論的な理解では、すべての世界が均等に白い、そういう、平等公平な様、それを言う。その中で、どれか一部だけが黒い、そういうのは面白くない、わけだ。人間の感覚は、ちょっと違う。自分の個性の部分は黒であり、そこは別だ。そこは、無視してあとは全部白い、そういうのが、良い。快楽でさえある。ただ、当然の話が。他の人々には面白くない、わけで。この辺、女性は極端に陥ることがある、彼らが死生者に向かないという、その理由として一理。自身の家庭にとって不要なものは、いらない、のだ、じゃないと家庭は維持できない。そういうのは面白くないが、面白いと認めろ、は当然の感覚で、ある。正義、それはでも、そこではどこに、